コミュニティーノートにラサール石井さん連続被弾です。本当にね、もう懲りないですね、この男っつはね。なんでこういうね、情けないね、みっともないね、もうバカ丸出しのことやるんでしょうね。はい、読んでみましょう。このツイートです。三原潤子さんですね、三原潤子議員。ラサールさん、この組織図は2019年のものですよと、誤った情報を広めないでいただけますかということで、この組織図って何かと言いますと、これなんですよ。 自民党女性局組織図ということで、これ今話題になってにます、あのフランスの、ね、松川ルイ16世が行ったというのはフランスの問題なんですけれども、あれ自民党女性局で行きましたね。だからね、このラサールさん、これを持ってきて、うわー、これだそうそうたるメンバーだな、おえーってやってるわけなんですが、このラサールさんね、実は2つ大きな間違いを犯しています。まず1つは、これ、三原先生が指摘しましたように、2019年の組織なんですよね。だって女性局長がそもそもも三原さんになって これ、松川さんに変わってるじゃないですか。で、青山茂春さんもいませんよ。小野田公美さんもいませんと、そうでしょう。それをね、彼は全く分かってなくて、うわ、すげえメンバーだな、おいってやっています。どこ確認してるんでしょうかと。まあ、話にならない、適当でね、確認しないね、ふざけた男ということになりますけども、実はね、ラサールさん、もう一個ね、大きな間違いを犯しておりまして、これはね、ツイートを見てもらうと分かるんですけども、彼ね、 おそらく今回の問題はよく分かっていません。なぜかと言いますと、女性局ね、え、今回38人で女性局がフランスに行ったってことになって、 おりますところがね、38人のうち国会議員は余命です。他の34人は地方議員ってことになってます。まあ、あの、松川さんのね、次女もこの38人に入ってたなんて話もあります。まあ、あれはあれでね、問題なんですけども、まあ、とにかくね、地方議員が大多数9割を占めてるんですよ。これ、よく見てください。これは全部国会議員ですよ。下見ると分かりますよね。一番下から2段目に青山さんの顔もありますし、左から3番目、下から2番目の、2段目の左から3番目。 さんの名前もここにあるでしょそして真ん中あたりの下,下にね河、はい、井安里さんという名前もありますよねそして杉田美代さんの名前もありますとでこの時松川るいさんも実は左から6番目に乗ってるじゃないですかつまりここに乗ってるのは全員国会議員なんです。 今回違いますね。はい。えー、ほんで、ラサールさんの解釈によりますと、2019年の組織図を持ち出して、そうそうたるメンバーだな、こいつらな、でこいつらが言ったわけか、38人か、ひでえなって話をしているんです。どこ見てるんだ、お前ということで、適当なこと言うんじゃないと。あっという間に、これはね、えー、のコミュニティーノートで被弾しておりますけど、いつものように、バジ、豆腐で知らぬ、存ぜぬというね、非常に卑怯な態度を現在貫いております。いや、これから謝るかもしれませんよ。 るんんだったらそれででいいんですよね早くしてくださいねというのが第1点目そしてお次なんですけどもこちらがねまた被弾しておりますね、えー、読みますよ驚いた自衛隊は国民を守るのではなく国家を守るそうだつまり体制を守るということ体制を批判する者体制の決めたことに逆らう者は自衛隊から威嚇され攻撃されるその頃には軍隊泥が未来が見えていると何と。 いい加減しろよ、この野郎という本当にふざけても許せない、もう本当に腐った男なんですけども、見てください。自衛隊から威嚇されうんん、はい、まあ、その前に、ね、これです。自衛隊は国民を守るというのではなく、国家を守るそうだと、じゃあ何を根拠に石井さんはこれを言ったかということになりますけども、それが下のポスターになります、これです。ご覧ください。 国家を守る公務員、ね、立海区自衛官をこれはまあ募集ということでしょうね、はい。18歳から33歳未満までということで国を守る尊い仕事ですね。自衛官をね、えー、なろうと、これ公務員じゃないですか、はい。そしてこの男が噛みついたのはこれなんですよ。 国家を守る公務員であって何で国民を守るんじゃないのということでやったぜ見つけたぜってよっしゃよっしゃすぐツイートしてみんなから注目浴びようってうまいこと上げ足取ったぜと思ったんでしょうねところが瞬時に被弾しておりますはいえー、一般のね賢い日本人は残念ながらラサール石井さんよりもねみんな頭がいいです頭がいいとか常識を知っておりますはいその内容がこちらになりますコミュニティノート読んでみましょうね 国家の三要素とは国家が成立するための次の三つの要素を言います国民主権領域つまり国家が成立するにはそのメンバーである国民と強制力がある主権が存在し主権の及ぶ領域が確定していることが必要ということですこの国家の三要素これですよ国家の三要素を有する社会が国家ということになります国家の三要素という概念は19世紀のドイツの法学者イエリネックが提唱したものですが今日でも国際法上国家 として承認するためのされるための要件として認められていますという風に書いてあるじゃないですかこれでもう明らかでございますよね国家ということで体制だって噛み付いたんですけども国家というものはもともと国民主権領域この3つを含有しているねこれ含んでるということになりますだから国家の中には国民も入ってますつまり我々生身の人間も入れて国家なんですよその国家を守るというのが ここのポスターにに書いいてあるわわけけででですす。から、これで何も問題ないわけです国民守って、領土を守って、主権を守ると、そういう尊い仕事に就きませんかということで、自衛官を募集してるわけですよ。ところが、この国家にこう食いついちゃったんですよ。本当に悲しいですね。でね、なんでこの人はこうして中途半端に食いつくんでしょうね。おそらくね、あのー、自分が早く気がついたということで、これを胃の一番にあげたかったんでしょうね。そうしたら、いばれるじゃないですか。やったやった、俺が一番だってことになっちゃうわけでしょう。でど でね、同じような人見たことありませんか皆さんはい望月磯子さんでございます。 東京新聞が誇るあのヒロイン、望月ひえー、ねえ、磯子さんと、ね、磯ちゃんでございますけども、彼女も何も確認せずに、うわーっと食いついて、うわーって、俺はツイッター上げたったぜ、私が一番ってやっちゃうと、はい、ドーンとこう、被弾しまして、あなたは間違っています。まあ、間違ってるというのは違うんですけどね、えー、これはこれが事実でございます。あなたは事実誤認です。この情報をちゃんと追加しましょうということになってますね。で、今のこのラサールさんのツイッターに関しましてはね、えー、まあ、間違いの、まあ、事実上間違いの、 間違いの指摘ですよラサールちゃんと「あなたは勘違いしてますよ国家を守るってそういう意味じゃないですよ」ってね「国家ということをお勉強しましょうね」ということをこれは教えてあげてるわけです。 まあ本当に恥ずかしいですよね。驚いたのは日本国民ですよ。何が驚いただと。自衛隊は国民を守るんだけど、国家を守る。しかもね、この先ですよね。大体制を守るということ。体制を批判するもの体制の決めたことに逆らうものは自衛隊から威嚇され攻撃される未来が見えてくるというね。どんな未来をお前は見てるんだということでございますよね。本当にもう目が完全にもうね、えー、これはもうよどんでいるとしか言いよかないんですけども。 ここまで、ね、ラサールさん頭がね行かれてるとは思わなかったですよね。これね、ラサールさんどうですか行かれていると言われてもしょうがないでしょう。だって、基本中の基本ですよ。なんでこれをあなたはわからないんですかと。そしてね、あのこれからね、我々国民ね、はい、正常な日本国民が今期待していることは、ラサールさんがこれに対してどのような答えを出すかと。まあ程度に言えばね謝罪するかってことですよね。まあ、訂正記事ですよ。 だって訂正すればいいじゃないですか。あ、ごめんなさいと、私は、あさっきの,あの、ね、ツイートに関しましては、国家というのを誤解しておりました。国家はあのような三様さからでき,できているということを思い出しました。あの記事は訂正いたします。削除いたします。これで一件落着でしょだって間違いは誰にもでもあるんです。これで じゃないですかところがね皆さんご予測ね予測してますようにラサールさんはこれを訂正することは絶対ありません訂正するどころかこれにも触れませんこのまんま逃げていきますもうすでに背中がねもう1 k ロぐらい先になってもう見えないような状況になってますよねもう逃げ足だけは早い早いとそしてこうしたダブスターを貫いて 偉そうなことを言うと、まるで私がオピニオンリーダーだと、社会のね、先、日本の先を、未来を私は見据えているんだと、今、本当にくだらないなって、上から目線で見てね、なんか自分、えつに言っているんでしょうね。本当に恥ずかしい書きです。皆さんね、このツイッターに対するね、このツイートに対する反論、訂正、あるかどうか、じっとラサールさんのツイッターには注目してくださいよ。